んくん入って一緒に入れるくらい広いと思うよ。そうだね、うん、まあジャンくんはまず警戒から始まるから。太鼓か、穴が開いてるの。中入れる。中入れる。あ、こうか。あ、こうなんだ。見て見て、上も乗れて、すり鉢状になってて、中にも入れて、で、しかも、ここがダメになったら、裏も研げるよと。すげえ。ありがとうございます。ありがとうございます。やっとハウス爪研ぎ、多分一番目は、ポンちゃんだね。もうヒーターがいらなくなるからここのスペース使えるかも。そうだね、まあ、今はどこに置こうかね。まずは見せようか。見せる。箱をそっちへ。はい、よいしょよいしょよいしょ。ジャン君はちょっと音で怖がって。ジャン君、ジャン君のだよ。おいで、ね、ジャン君、ね、ジャン君のだよ。おいで、はいはい。おーい。はい、ジャン君。よかったね、ジャン君。あ、ポンちゃんが。ポンちゃんが。はい、絶対私って言ってるね。ポンちゃんが。はい、どうぞ。はい、入る？ここ入れるよ。大丈夫？入るよね。そうだよね。絶対疑わない、ポンちゃん。絶対入るよね。そして中で爪も研いでるし、どっかでも爪研げるんだね。ありがとうございます。まずポンちゃんは気に入りました。ジャン君はまだちょっとビビっております。あとでじゃあ見てね、乗ったりしてみてね。ジャン君だよ。はい、ありがとうって。ジャン君の手術の開機祝いということでございました。いただきました。どうもありがとう、ポンちゃん。ポンちゃんが入っておりますが、ポンちゃんはジャン君がだよ。ポンちゃん一緒にやるね。ここを明け渡すつもりはありません。ジャン君早く入ってね。入ろうと思ったらなんか黒いのがいたのね。ジャン君入って一緒に入れるくらい広いと思うよ。そうだね、うん、まあジャン君はまず警戒から始まるからちゃんとチェックを置いてからね。やった、上に乗るじゃん。はい、いいね。猫の二段重ね完了しました。いいね、ジャン君。でもタギタギいい感じだね、ジャン君、うん、高さもあって見渡せていいね、ジャン君。いいね、いいね。それでそこに落ち着くの。はい、いい感じです。